はい、こんにちは。自営業専門の税理士川南です。本日の動画は消費税の基礎編について紹介したいと思います。自営業の方、いつから消費税ってかかるのと消費税って2年ずれるって話聞いたんだけど、一体どういうこと全然わからない。そんな方向けに自営業向けに今日は消費税の基礎を動画で紹介していきたいと思います。それでは行ってみましょう。それでは自営業向け消費税の仕組み基礎編について解説していきます。本日の内容です。まず消費税のね、簡単な仕組みを紹介します。その次に消費税の 計算方法について解説します。最後に忘れてはいけない。中間納付と届け出について紹介していきたいと思いますので、動画最後の方まで見てください。そして、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。消費税の仕組みについてですね。こうね。簡単に説明すると、消費者が負担して事業者が納付するっていう税金になっています。お店に消費税を払います。お店は消費税をね。消費者から預かります。受け取ります。で、このお店側が計算をして、消費税を納付する払うというのが、消費税の簡単な本当に基礎の部分になります。 Thank <laughs> you. をイメージしてね、話を聞くのと聞かないので違ってくるので説明をしました。消費税が負担して、事業者が計算して納付するっていうのが消費税です。さあ、課税される取引はどういうものがありますかというと、基本的に原則、国内で対価を得て行う取引には消費税がかかってると思ってください。その中でも非課税のものがあります。どういったものかを、代表的なもの、まあ、皆さんの身近なものを紹介したいと思います。例えば土地の譲渡ですね。土地は消費税がかかりません。あと利子もそうです。銀行の利子ね、消費税かかってるってないと思います。あと保険料ですね。保険料は非課税になります。あと給 付金や補助金関係も非課税になりますはいそれでは消費税を納税する人ってどんな人費税納税する人なのかしない人なのか決まっているかっていうのを解説していきますまず原則です原則はこちら課税売上高が1000万円を超えた方が消費税を払うという風な課税事業者というものになりますはい、例えばね個人事業の場合この基準期間と課税期間というものがありますこのね基準期間と課税期間はちょっと専門用語なんですけどもまあ、覚えなくてもいいのでどこのことを言ってるかっていうのを理解していただければこの消費税の 課税なのか免税なななののかが分かかか免がるるようになるかと思います例えば、令和元年度に課税売り上げた方が1000万円を超えた場合、この方は消費税の支払い者、課税事業者になります。じゃあ消費税をね、いつ、令和元年度に超えたから、この年に払わないといけないのかっていうと、そうじゃないんです。令和元年度に1000万円を超えたときには、次の次の年、令和3年度から課税事業者ということで、令和3年度の消費税を支払わなければならなくなります。令和2年度は払わなくていいです。令和元年度も払わなくていいていう,うになります。この事業の中でも 消費税のね、申告をしないといけない人しなくていい人の判断基準をするのがこの基準期間と呼ばれるものになりますこの基準期間に売上高が1000万超えていると消費税がかかりますよっていうことですねで、このかかる年のことをここは基準期間で判定の年で実際に消費税を払う期間のことを課税期間と言います今回の場合だと令和3年度はこの方は課税事業者に乗った課税期間になるってことですねで、原則のこのね課税売上高が1000万超っていつからいつのことを言うんですかっていうとこれはね個人の、ね 確定申告の締切日と一緒ですね要は1月の1日から12月31日の取引のものを3月15日までに申告するっていうのが確定申告の基礎なんですけどこのね売上高1000万を超えるっていう判定期間は自営業の方は1月1日から12月31日の間で1000万円を超えているのか超えていないのかで判断をしますそして例外があるんですけどここにねその下に表があるんです簡単に説明したいと思いますこちらもし令和元年度に1000万以下でも令和2年のこの特定期間という1月1日 から6月30日までの売り上げが1000万円を超えてしまうと例とえここの基準期間令和元年度が1000万以下でも課税事業者に該当してしまうのでここだけご注意ください3段目の説明しますね令和元年度に1000万円を超えなくて次のねこの特定期間というものも1000万以下を切っていたら令和3年度は免税事業者ということで消費税の確定申告はしなくてもいいということになりますで税率についてなんですけど10%今軽減税率8%ってあると思うんですけどその内訳ですね基本的に消費税は10% がメインなんですけど、その中身が国は7.8%、地方は2.2%というふうに分かれています。で、軽減税率8%っていうのはね、どういうのかって言いますとまあ、テイクアウトしたり、食品関係は今ね軽減税率8%を使われてると思うんですけどその内訳は、国が6.24%で、地方に1.76%が行くっていうことです。はい、それでは消費税の計算の仕方について解説していきたいと思います。この消費税の計算方法には2種類あります。1つ目がこの原則というもので、一般課税と呼ばれる計算方法です。2つ目の方が簡易な 計算ということで、簡易課税制度と呼ばれる2つの計算方法があります。まず、1つ目の原則の方から説明していきたいと思います。この原則というのは一般課税と呼ばれます。売上にかかる消費税額まあ、お客さんからね。消費者から売上をもらうときに消費税オンされてると思うんです。その消費税額と皆さんね。経費払うときに仕入れをしたり、交通費払ったり携帯代払ったりいろんなものをね。経費として支払うと思うんですけど、その時に自分たちって消費税払ってますよね。そうするとお客さんからもらった消費税と自分が実際に経費として。 あと、消費税を引いた金額の残った金額を消費税額として納めるという計算方法がこの1つ目の方法です。ちょっとね。図で解説するとより分かりやすいかと思います。預かった消費税がね。例えば800だとします。8 0で支払った消費税、自分がね。経費の支払いに支払った消費税が例えば600だとします。そうすると800から600を引いた残り200が消費税額になります。これだけね。表で見るとあなんだ。簡単じゃないと思うかもしれないんですけど、これを全取引しないといけないわけですね。1年間のそうなるとかなりの膨大な量に。なる ってこととあとね先ほど紹介したように非課税のものもありますよねああいうものを弾いたりとかあと今は消費税が10%計 8%90% という,うに3つが混在している時代ですそれのねあたりも全部チェックをしないといけないっていうのがこのファ課税減速課税の大変な点かと思いますビジネスの規模が小さいところもするのは大変だろうということで国が設定したのが2つ目の簡易課税制度っていう計算方法になります次はそちらについて解説したいと思いますはい2つ目の簡易な計算簡易課税制度について紹介したいと思いますこっち こちらはですね、売上の消費税先ほどと一緒ですね預かった消費税からこの売上に関わる消費税を。 見なしし仕入れ率ってていうものをかけて計算します。どういうかとかと言いますと、このみなし仕入れ率は皆さん、ね、業種によってバラバラなと思うんですけど、だいたいこの業種だとこれくらい経費の支払いするよねっていうみなしの率を使って計算するってことになります。このみなし仕入れ率がこちらの表になります。これ第1種から第6種まで分かれていて、この業種ごとに分かれています。自分のね、ビジネスがね、どこの業種に該当するかによって、ここのみなし仕入れ率が変わってきます。例えばね、サービス業してる方の場合は、 なし仕入れ率は50%になりますじゃあどうやってこれをね当てはめて計算するかと言いますと預かった消費税が例えば300万だったとしますそうするとサービス業の方は300万円のうち50%半分ぐらいが経費とかの支払いで出るよねということでここが50%ですねこのみなし仕入れ率は国が設定したものなので多分あの膨大なデータの中からはじき出してこのぐらいだっていう数字なんだと思います預かった消費税から300のうち、ね、半分ぐらいを使うよねっていうことで引きますここ150万ですよねで 5万から150万を引いた残りが消費税額支払う消費税になりますっていう風に計算をしますですので一般課税に比べると一般課税は全員取引を見ないといけなかったんですけど今回の場合は売上のところだけわかればこの見なし仕入れ率をかけて消費税というものを計算することができるので簡易な計算ということで簡易課税制度っていう名前がついておりますその代わりこの簡易課税制度を使うには注意してほしいルールが2つあります1つ目が課税売上高が5000万以下の方しかこれを使えないってい ということです売上高が5000万円を超えた場合は強制的に一般課税の方で計算をしないといけなくなりますそして2つ目これは税務署に届け出が必須です簡易課税制度を使いたいよっていう方は事前に税務署に届け出をしないと簡易課税制度を使うことができませんこのね届け出には締め切りがあるので要注意です勘のいい人なら気づいたと思うんですけどビジネスによってはこの一般課税を使った方が消費税が安くなるタイプの方とこの簡易課税を使った方が消費税が安くなる方といるんですねこれは 本当に試算してみないとわからないし、この業種だから絶対こうっていうふうには言えないので、一つ一つあの試算をしないと、どっちがお得っていうのは出ない。まあ、予測ぐらいできるかもしれないですけど、なかなか難しいと思います。ちょっとね、専門知識がいるんじゃないかと思います。えー、と今回はちょっと分かりやすさを優先するために、あの正式なね、専門用語じゃない場合もありますので、そちらの方をご了承ください。内容もね、全部ね、例外とかね、特例は取り上げていませんので、本当に皆さん、自営業の方が本当に使うであろう基礎的なものだけ説明をしていっております。この2つのルールだけお気をつけください。 次に納税についてと中間納付と届け出について解説したいと思います。まず消費税の納税について。自営業の場合は消費税の申告は3月末までなので納付、消費税の納付自体も3月末日です。これはね、今までのようにね、確定申告がコロナに乗って延長されない場合、原則は3月末までです。もしもね、延長された場合は、またここのね、締め切り日が変わってきますので、税務署の方からいつまでですよっていうようなお知らせが出ますので、そういう時は情報を要チェックしてください。 とします直前の消費税額が48万円を超えたら発生してきます400万円以下の方なので大体の方がねここに収まると思うのでこれ超えるとまた違うんですけどこれをメインにね紹介したいと思います例えばですけどここの令和2年度の時に消費税がね60万円だったとしますね今年の消費税とは60万円でしたってことはここの48万円を超えていますので次の令和3年度の時に年1回。 半分30万円を前払いします。 これね、前払いしたから損するって思う方たまにいらっしゃるんですけど、これは次のね、ちゃんと確定申告の時に30万円前払いしてますよね。例えばね、今回のね、消費税が70万円で結果出たって言ったら、30万円は前払いしているので、残りが40万円払えば大丈夫ですよっていうふうに計算をします。一つ気をつけるポイントがあって、ここからね、例えば初めて消費税がかかって60万円納付しました。やっとね、ここでね、終わって、その他所得税とか固定資産税、その他もろもろ春は税金ラッシュなので、いろんなものを払い切ります。そのすぐ後に、ここの30万円、 の支払いいがが来ると資金繰りがきつんんですよね。なんか払った後にまた来たみたいな風になりますのでこちらはきちんと理解して資金繰りの方理由を持って準備するようにしてください中間納付でってことを仕組み自体知らなかったってえ何この30万円の納付書っていう風にならないようにお気をつけくださいはいそして届出についてですこの消費税課税事業者届出書っていうものを税務署に出すんですけどいつ出すかというとちょっと前のプリントに戻っていただくと例えば令和元年度でしたらここで課税売上が1000万超えてますよね超えたタイミングで この消費税課税事業者の届出を税務署に出さなければなりませんこれはね要は税務署に私は免税ではなく課税事業者になりましたよっていうお知らせになります忘れずに出すようにしてくださいそしてこの2つ目簡易制度先ほど言いましたけど簡易制度締め切りがあるって言いましたよねこれを簡易課税制度使いたい方はこの届出書を出さないと簡易課税が使えないのでお気を付けくださいこのね届出書の締め切りがいつかと言いますと令和3年度は簡易課税制度にしたいなと思った時にはここの令和3年度の 1, 月1日が始まる前 ににこの簡簡易易課課税税税制度をを選択しまますといいう届出出務署に出さないと簡易課税は使いません例えばこの令和3年度のねこの途中の段階でねやっぱり今年消費税簡易課税制度使いたいなっていうことでここで届け出を出してももうアウトです強制的に一般課税の方式を使うざるを得ませんですのでこの簡易課税使いたい方はその使いたい期が始まる前に提出するっていうことだけ必ず頭に入れておいてくださいそれでは注意点とまとめです届け出のね提出は忘れないようにしてください記入の方法とかね分からない方はね 届け自体では A4 自体のそんなに難しい書類じゃないんですけども記入方法わからないという方は税務署の窓口に行くと教えてくれますのでぜひそちらの方相談行ってくださいそしてこれ顧問のお客さんには必ず言うんですけど納税資金を貯めていく必ず伝えるようにしていますその理由を解説しますとこちらです要はここでもう課税売上げとかかかって1000万円を超えてるってなったら令和3年度には消費税がもう絶対支払い義務があるっていうふうに確定しますよねこれはもうねどうやっても逃れることはできませんなのでこの令和3年度に向けてこの時から納税資金を コツコツと積み立てていくと資金繰りが楽になりますので、皆さんにはこの納税資金を貯めていくっていうのを必ず言うようにしています。2年かけてコツコツ貯めていけば、お客さんからもともと消費税というのは預かった税金なので、そちらをね。貯めていけば確実に足りるはずです。またね。中間申告が来ても払えるように、納税資金はコツコツ貯めていくっていうことをお勧めしています。そして3つ目ですね。インボイス制度が今後導入される予定です。こちらまた動画別で撮っておりますので、こちらのね。消費税の仕組みの基礎を見てから、このインボイス制度を見るとより理解が深まると思いますので。 イインボイス制度気になるなるってていう方はそちらの動画ぜひ見てください個人事業の方が免税事業者になれない可能性が出てきますのでそちらの方必ずどういう制度なのか事前にねチェックしておくといいかと思いますというわけで消費税について既存的な必要なポイントだけをチョイスして説明しました私はオンラインサロンを運営しています税理士川南の会議室ということで税理士をオンライン上で味方につけることができます月額制の完全会員制会員にならないと中身は見れないようになってます Facebook の非公開グループで運用しておりますメリット1つ目はこの個別総 相談がでできるとということです普段料金表でね相談すれば私1時間1万円なんですけどもこのねオンラインサロンの方はいつでも何回でもね個別相談がオンライン上でできるので税理士をオンライン上で味方につけることができます2つ目のメリットが税理士の裏側を公開してます私がこうやって YouTube をしたり TikTok、まあ、収益を公開したりとか税金や補助金の新しい情報が入ったらオンラインサロンに一、ね、番に届けるようにしてますのでそういう情報もしくは私がどういう風にビジネスをしてっているのかっていうのも公開されてますのでオンラインサロンになる方は概要欄にね URL 貼っておきます ですのぜひクリックしてみてどんなサロンなのかなって覗いてみてくださると嬉しいです顧問契約をする圧倒的に安い料金で税理士をオンライン上に味方につけることができます、はい、それではチャンネル登録もよろしくお願いしますいいねや高評価ボタンコメントや感想もいただけるとすごく励みになるのでぜひぜひお待ちしておりますはいそれでは本日も動画最後まで見ていただきありがとうございますまたの動画でお会いしましょう事業専門税理士河南でしたまたねそれではまた